カリフラワー、カリフラワー、学名、ブラシカオルラシアバリエーション、ボトリチスは、アブラナカアブラナ族の一年生植物。板垣辛いを食用にする、単色野菜として栽培されるほか、干賞用途でも利用される。名前の由来は、キャベツ類の花を意味する、ケールフラワーもしくはコールフラワーから。和名は、花野菜、花野菜、花野菜、花観覧、花観覧。 木立花ハボタン、花キャベツと呼ぶこともある。白く、こんもりとした辛いと太い茎が特徴。よく似たブロッコリー、ビーオルラシアバリエーション、アイタリカは別編集。カリフラワーの原産地については、未だ明白になっていない。地中海沿岸原産のケールなど栽培されていた、野菜から突然変異によって生まれた、あるいは、金等を原産地とするものが、 ローマ帝国の衰退後にアラブ人の手によってヨーロッパに伝えられた塔と言われている。茎の肥大化と殻が発育しない性質により、加工は低い位置で球状の塊となる。収穫せず生育させても他の油ナ族のようには伸長しない。日本でも最近認識されてきた緑色のロマネスコ、ロマネスコ、品種名、カリブロ等も仲間である。太い茎が、 ミネラルやビタミンを貯蔵する機関としての役割を果たすため、良質な花や実がつき、他の油中植物より栄養価が高い。日本では白、クリーム色の辛い以外ほとんど生産されていないが、オレンジ色や紫色などの辛いをつける品種もあり、カラフルである。2000年前の古代ローマでは、島という名で記録されている。ケールなどで開花前のつぼみを食用にすることは、 古代から行われ、紀元前540年頃の記録にも残っている。これは、現在の食用なの花、花菜や、ランと同様で、今日見られるようなカリフラワーは、この用途に適した変異種が選抜されたものと考えられる。15世紀にイタリア、フランスで栽培され始め、16世紀になるとヨーロッパ全体に広まり、品種改良も進んだと見られる。 18世紀頃にはインドで熱帯でも栽培できる品種が開発された。しかし改良されて現在のようなカリフラワーとなるのは19世紀初頭のことである。日本には明治初期にトライした。花なぎな、花は、ボタン、英名、カウリフラワーと紹介され試作されたものの、食用としても鑑賞用としても普及しなかった。 第二次世界大戦後に新中軍向けに栽培が行われ、日本での養殖文化の広まりと改良種の輸入、栽培技術の進歩により、昭和30年頃から広く普及した。ブロッコリーとカリフラワーはいずれも花が密集して、登場花を形成するキャベツの変種である。カリフラワーは、蕾が一つの塊のように固く結びついているのに、対して、ブロッコリーは、結球が、 カリフラワーほど密集しておらず、伸びた茎の先端に密集したつぼみを作る。また、カリフラワーは、辛いがえ箇所に集中した形状が白雪を連想させる美しさを醸成するため、ブロッコリーよりも珍重された。低温に弱く暖かい地方や夏にしか栽培できなかったが、体感性の強いキャベツなどとの交配により越冬も可能な品種も誕生した。現在では、温暖。 冷料いずれにも向く野菜として各国で栽培されている。夏に育てられるサマーカリフラワーに対し校舎をウィンターカリフラワーもしくはブロッコリーと呼んだ。統計によると日本における1964年の収穫校は約1万トンだったのが12年後の1976年には7万5千トンに拡大した。しかし、 1980年代以降に急増したブロッコリーに押されて作付け面積や出荷量は減しつつある。これは日本では外観が重視されるため特につぼみの白身を強くするために葉をまとめてつぼみを隠し日射を遮る手間がかかること。一つしか育たないいただき辛いを食用にすることからブロッコリーのように即死の収穫をすることができず面積あたりの収穫量が劣ること。 国内の冷蔵設備の普及により、常温では変色しやすいブロッコリーの保存を行えるようになったこと等が影響している。日本において収穫量が最も多い都道府県は、徳島県2012年収穫量2560トン、栽培面積101ヘクタール、最も多い市町村は徳島市である。日本における収穫量上位10都道府県、 2012年。世界のカリフラワーとブロッコリーの収穫量上位10カ国。2012年。日本は14位で15万4千トンを生産する。実際の栄養価は、栽培条件、生育環境、収穫時期、品種などで異なるため、記載されている値は代表値である。加糖の部分を食用にする。辛いの、さっくりとした歯触りが特徴。味には、 わずかな苦味を感じる人もいる。歯も食用となるが青っぽさと苦味が強い。これはケール同様原種に近いためと考えられている。悪があるため調理時には一般的に下茹でを行う。カリフラワーに含まれるビタミン C の量はブロッコリーに比べ若干少ないが加熱による損失に強く成分が失われにくいため、調理後の含有量は同程度となる。 カリフラワーに含まれるイソチオシャネートは発芽性物質の活性を阻害する働きがあるとして注目されている。茹でるだけでなく、焼く、蒸す、揚げる、煮るといった幅広い調理が可能である。サラダの素材として生のまま食することも多い。続け、ピクルスにも向く。グラタンやポロネーズの素材としても人気が高い。低炭水化物ダイエットを行っている人は、 ジャガイモの代用として食べる場合がある。また砕いて、米飯状に加工したカリフラワーライスも日本の昼食メニューや家庭料理として食されるように言っている。ルイ15世の愛人として知られるリュウ・バディー伯爵夫人はいくつものカールを積み重ねたカツラを頭につけていた。それがカリフラワーの辛いを連想させるものであったことからカリフラワーを使った料理の多くに デューバリーの名が付けられることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。